先進工学部データサイエンス学科の辻村と申します。私の研究の専門は、計算知能というものになります。あまり聞き慣れない、言葉かと思いますが、皆さんご存知の人工知能の、一部というふうにお考えください。具体的には例えばですね、さまざまな問題、どういう問題かというと、宅配便で物を運ぶ、その際にですね、どういうルートで運んだらコストが安い、あるいは時間がかからないか、そういったことを、研究する、これは最適化問題というものなんですけども、そういったものに対していわゆるソフトコンピューティングと呼ばれている手法ですね、例えば、遺伝的アルゴリズムとかニューラルネットワーク、あるいはファジー理論のようなものを使ってそういった問題を解いていくというようなことを研究をしています。そうですね、私はもうこの研究を始めて、もう20数年経ちます。でまだ確立された方法論があるわけでもないですし、教科書的なこれだという決定版があるわけでもないですし、そういった中でですね、研究を進めていくのは、方法論とすれば、自分で独自のものを構築していくということができますので、そういった、非常に自由な、研究の枠組みにはなるんですが、逆にその中で研究を進めていくということは、その発想という面で非常に苦労する部分があります。計算知能というのは、先ほど最適化問題を解くというふうにお話をしましたが、実はこの計算知能というアプローチの中には物事を最適にするというような仕組みは入っていません。ですが結果として最適に近いものが出てくるという非常に面白い特徴があります。でもっと面白いのはですね、これはなぜ答えが出るかということはいわゆる数学的にはまだ分かっていない問題です。したがってですね、ほとんどの場合は試行錯誤、トライアンドエラーを数多く繰り返して、それで方法論として構築していくというアプローチになります。そうですね、先ほど言いましたような、巡回生産問題、例えばもうこれは実際にカーナビゲーションシステムの中で組み入れられて、使われていますし、さまざまな製品の中でも最近では使えるようになってきています。で今、いわゆる人工知能と言われているものを実は多くはですね、計算知能であることが多いです。そういった意味ですと、人工知能といった方が通りがいいので人工知能と言っていますが、計算知能というのは、皆さんは言葉としては知らないでしょうけども、実際には技術としてはもう社会で多くの 場面で使われていて、実際に皆さんも触れていることが多いと思います。はい、データサイエンス学科、データサイエンスを学ぶ学科になります。データサイエンスを学ぶためには何が必要か、一番大切なものは好奇心です。この好奇心ことがデータサイエンスを勉強する上ではですね、非常に重要なものになります。ぜひですね、そういったいろいろな好奇心を持ってですね、さまざまな情報、そういったものに取り組みたいという方はですね、データサイエンス学科、目指してもらいたいなと思います。よろしくお願いします。